はい、こんばんは、中村かんなです。この配信は私の好きなことについて好きなだけトークするゆるい番組となっておりますということが台本に書かれておりまして、全く今何にも考えないでスタートした感じなんですよ。なんでとりあえず1回目の放送は、どういう番組内容にするかと、あと番組の題名も一緒に考えていこうかなと思うんですけども、私のお迎えにはいつもお世話になっている事務所のスタッフさんがいらっしゃるので、その方と仲良くやっていけたらなと思うんですけれども、まあこの番組をしようと企画してますっていうお話をいただいた時に、まあなんか YouTube でアップするんだよなってなって、なんか YouTube 私何見てるだろうって考えてたんですよ。私が見たいな、面白いなって思う番組はチャンネル名で言うと日経テレ東大学とか見てて、あと又吉さん、芸人の又吉さんの番組とか、なんかひたすら何かのテーマについてプロの人とか専門家の人がひたすら語って深掘りするっていう、そういう番組を見て頭良くなった気になって番組を見終わるっていうことが私の YouTube の利用方法なんですよ。なんでちょっとそれを真似た感じのね、そんなハードルは高くないんですけど、てかしないでほしいんですけどそれやってきたらいいなって思ってます。まあまずは、毎週一応週に1回配信予定なんで、まあ今月はなんかみんな取っかかりやすい、私も触れやすい、ちょっとなんかエンタメについて3つぐらい分けて話していこうかなと思うんですけど、なんかね、好きなことについて好きなだけ話すってやりすぎると痛いんですよやりすぎると痛くなるから、なんかうまい感じに話したらなって思うんですけど、いい塩梅にねそれは突っ込んでいただいて、ちょっとうるさいですよみたいな強めのヤジ入れていただいて全然大丈夫なんで、なんかそれはちょっとなんか中二病じゃないですかみたいな、ちょっとなんか自分に酔いすぎじゃないですかみたいななんかそんな感じ全然言ってもらって大丈夫なんで、まあなんで、まあ、どうせね YouTube で好きなことやらせてもらうっていうからには、私のこうなんかなんだろう、普段友達とカフェでただただ思いついた好きなことについて喋ってる感じの雰囲気をここで出せたらいいなと思うので、取れ高の方は考えておりませんさあどうしましょう。なんか一応今月はエンタメをテーマにって言って、一応なんかアニメ、漫画、映画、音楽とかに分けて結構書いたんですけど、なんか総じて自分が思ったことは中二病だなってどこら辺がやっぱなんかなんだろう、ハマるともうどっぷりで、そうもうそれハマりすぎて気づいた1年経ってたみたいなの普通にあるし、だいたいそういうハマる、なんだろう、世界観が強すぎるものが好きだからああそうですよね。ハマったきっかけ、まあでもアニメも漫画も映画も音楽もね、でも総じて思ったのは結局親の影響だなって思いましたね。そう、まあこれは後々詳しく話していきたいと思うんですけど、まあ、やっぱり親の影響がエンタメを制すと言いますか多分うちの親結構何でも幅広く好きだったから、エンタメに関してはどっちもお母さんとかも昔から映画大好きで、でもちっちゃい時から VHS 当時はとかあったから、でもそれをずっと見てて、もともとお母さんが好きでディズニーとかジブリとか集めてたから、
本当にそれをずっと見てたから、それが当たり前の環境にあったし、でお父さんはあの音楽機器、レコードとか CD をすごい質よく聞くにはみたいな機械をいろいろつなげて、でそれをダイオロで流して同じ曲を何回も聴かされてノイローゼになるっていう事件もありましたね、昔は。でお父さんは多分自分でめちゃくちゃ俺は歌うまいって思ってる人だから、昔からめっちゃカラオケ行ってて、でも絶対採点機能を使ってそう、やっぱ俺が一番高得点だぜみたいな。え、なんかいつもサザンとかを歌って92点とか叩き出して、そう、まあこんなもんかみたいな。でもいつも歌う曲は一緒っていう、サザンの津波とかバラード系をなんかたっぷり酔いしれて、そう、それでお母さんもういいわみたいな、もう何回聞かせんのみたいな。でもなんかもうこれが当たり前の環境になって、でお母さんももうなんかとあるアーティストが大好きで、あの東京まで、そう、地元大阪だったんですけど、その遠征とか当たり前のあれだったんで、私がそれをしたいって言った時はもう全然行ってきなみたいな、押しを押せる時に押せみたいな。そうなんです、2人ともオタクの極みみたいな環境、当たり前の環境で育ったから、そうだからこそこの仕事をしたいって思ってたし、でもそう、お父さんも今は全然違う仕事ですけど、なんか昔は画家やりたかったみたいな、そうですね、そう、お父さんの妹さんは美大出身とかで、まあお母さんも服飾卒なんで、そう、なんかそう美術とか、そう、芸、そっち系 の、 あの血はもうちょっとあったっぽいんですけど、でもそれを生業にしてる人はいなかったから、そう、こいつ大丈夫かみたいな、そう2人の遺伝子を引き継いでなんか変なことになりました。兄弟もでもみんな何かしらめちゃくちゃ好きで追っかけてますね。いや、私が長女なんで、まあでも親の影響から私がいっぱい見るようになって、で、まあ弟、私兄弟構成弟妹妹なんですね。だから男が一人しかいないんですよ。だからちょっとやっぱ孤立しちゃってても、弟は独自の世界観でずっとパソコンを触っていましたね。確かに、うん、そういうあれがあるかもしれないしね。で下妹2人はただのオタクですね。次女は今アイドルにハマってますね。ね、J、某J も好きだし、 K-POP アイドルも好きだし、そう。で一番末っ子は歌い手が好きなんですよ。そう、そう、まあまだみんな学生とか、あの就職してないんで、まあ、弟はしたんですけど、まあ、将来はそっち系に行くのかな、どうなのかなと思いながら見てるんですけど、もうみんな何かしら語ってますね。そう、地質がね、まあそう、だからその DNA をここのラジオで発信できたらなって思うんですけど、ちょっと家族は聞かないでほしい。で私だいたいその、あのよくお母さんと電話して、まあ面白い、最近面白かったことについて語るじゃないですか。いかんせん私の会社が偏りすぎてるから、また出たよ、もういい加減やめなよ、その中二病みたいな視点で物を言うのみたいな。出ちゃうんだね、それをね、家族がまあ懸念してるってことは他の人が聞いたらどう思うんだろうって思うので、ちょっとそこはちょっとあの気にしてて、そう、マイルドにね、そう、ゆるくあの考えて喋っていきたいなって思うんですけど、題名の方どうしましょう、これらを踏まえて。まあとりあえず今月はあのとっつきやすいエンタメにするんですけど、この後はまだ全然考えてないんですけど、なんかなんだろう、深掘りできるものは深掘りしていきたいんですけど、そういえば
これについて私全然知らないなっていうのもなんか勉強がてら深掘りしていきたいんですよ。なんでなんか文学系とか経済系の話になる、なるかもしれないそうの方向に行くかもしれないし、あこいつただの頭悪い人だなってインフラって何ってデフレって何かなってこれ確か小学校で習ったなみたいな、まあ、あの分かる範囲で、まあでも大学でもねいろいろ心理とか専攻していったんで、まあそれについて自分が思ってたこととか考えてたことも話せたら、まあこの人真面目な部分もあるんだってそうそう思ってくれるかなと思うんで、どうしよう題名、これらを踏まえてどうなんですかね。でもなんか私が好きなその日経帝都大学のチャンネルのコーナーでまったり深掘りみたいなテーマがあって、それを見るのが結構好きなんですよ。結構1時間ぐらい尺あって専門家の人と一緒にそのテレビ局の構成作家さんがいろいろ質問して聞いていくみたいな、それを見るのが好きだからそういう感じのテーマ。でもゆったり深掘り、確かにゆるゆる深掘りにしますか。ゆるぼりゆるぼり、あ確かにかわいい、かあそうかそうそう、かんちっていう肉ニックネームをねあの広げていきたいんですけど、まあ、今のところあんま広がってないんですけどゆるぼり、あーいいいい、ゆるぼり、まあそれひらがなにしてもいいし、ちょっとなんか大丈夫かなみたいなひらがなだばっかりだと漢字の方がいいかな、どうなんだろう漢字のゆるぼり、あいいですね、あいいかもしんない、じゃあ漢字のゆるゆるぼりかっこ仮で一応決まりましたということで、わーいまあね、まあ、前やってたねあの番組もこう自分を磨き上げるがコンセプトの番組だったんで、まあこれもそれも兼ねて私のあの脳内偏差値が上昇してくれればIQ アップしてくれれば、まあ、それと同時にねみんながねあのあそういうこともあるんだっていう学びがちょっとでもこんなゆるい深掘りでもちょっとでもあればいいかなと思いますし、まあ、ぜひぜひコメント欄でもなんかこういうことについてあのゆるく深掘りしてほしいですっていうのあれば全然あの採用していきたいと思いますので、まあ、あとその私が沿ったテーマの感想とかも全然書いてくれれば全然読みますので、ぜひぜひ皆さんも参加型でしてほしいですね。なんか普通歌とかはいずれ、確かになんか尺的にはちょうどいい感じのサイズで、まあ確かに何回も聞いてほしいですねリピートしてほしいですそう、それを目標に頑張っていこうと思いますので、とりあえず普通歌メール系はとりあえず私の余裕ができたあたりかな募集していこうかなと思うんですが、またおいおいという感じです、カミングスーンという感じですかね。はい、では、来週また配信されると思いますので、そこから本格的にかっこゆるぼりをしていこうと思います。では次回もお楽しみに。以上、中村かんなでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。